はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、ちょっと初めての試みな気がするんですけれども、今年末でね、皆さんも大忙しだったりとか、逆にゆったりしているとか、いろいろあると思うんですが、結構いろんな YouTuber さんが年末になるとベストコスメって言って、2022年のお気に入りのもう自分のベストのコスメを紹介するっていう動画がね、たくさん上がってるんじゃないかなと思うんですが、私もそのベストコスをね、結構やったりとかしてたんですけれども、ちょっと今年は私自身もアパレルのね、ブランドをやっていたりとか、ファッションの動画の評判も結構良かったので、私のベストアパレルって言えばいいのかな、なんだろう、ベストクローゼットとか、ファッションのアイテムで私が今年本当に買ってよかったとか、実際にたくさん着たものだったりとかっていうのをドドンとまとめて紹介していこうかなと思います。まあ、ベストって言ってるんですけど、季節もあったりとかするじゃないですかなので、まあそれぞれの分野、例えばアウターだったらアウターの中から何着か、トップスの中から何着かみたいな感じで紹介していこうかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。ではまずはアウター部門からいきたいと思います。まず一つ目がじゃーん、こちらです。ヴィンテージのシングルのジャケットなんですけれども、私の YouTube とか Instagram とか見てくれてる方はご存知だと思うんですが、私はもうとてもジャケットが大好きでして、結構季節関係なく着ちゃいます。夏以外は、夏はちょっと暑くて着れないので着る機会ないんですが、最近もね、結構寒くなってきましたけど、このジャケット合わせたすぎて中をめちゃくちゃ着込んで、これ着たりとかマフラーしたりとかして、なんとかして着てるっていうぐらい、もうめちゃくちゃ大好きなアウターでございます。メンズのジャケットになっていて、すごく肩幅これ大きいんですけど、肩パッドが入ってることで、もうそのままの形が綺麗に出るから、結構肩幅はね、ガンダムみたいなすごい広い感じになっちゃうんですけど、でもそれがね、すごい可愛いんですよ。私はどっちかっていうと海外系のファッションが好きで、本当にオーバーサイズのジャケット、ヘリとかもね、こういったオーバーなジャケットを合わせることが多いんですけど、そのまま合わせ方を見てから、綺麗すぎないというか、カジュアル感が出てかっこいいんですよね。ハンサムな感じっていうか、やっぱメンズっぽい印象が出ると思うので、マニッシュな感じが出るんですよ、こういったオーバーサイズのジャケットって。私は好きなファッションで、そういうのが今回こちらのジャケットをね、選びました。ジャケットの中でも多分これが一番着てるんじゃないかな。グレーだからすごい合わせやすいし、形も綺麗だし、サイズ感とかも私はすごくタイプな感じだったりとか、すごい状態も綺麗でいいものに出会えたので、今後もちょっとたくさん着ていきたいなって思ってるジャケットです。古着なので同じものはね、ないんですけれども、ぜひ皆さんも古着屋さんとか行ってチェックしてみてください。めちゃくちゃ使ってますでは続きまして2つ目がじゃーん、こちらでございます。アベモアのダウンジャケットになります。ダウンジャケットはね、トレンドとか割と関係なく、毎年毎年本当にお世話になってます。今年このダウンジャケット新調しまして、というか、まあ自分でこれ作ったダウンジャケットなので、すごく気に入ってるんですけれども、まずすごくあったかいこれめちゃくちゃ袖が長いんですよ。結構ゆったりオーバーな感じで着れるようにしていて、で袖が長いからバランスが可愛くて、たまにちょっとそれだけが足りないなっていうやつとか、袖がちょっと短くてもう少し合ってくれたらなって思うのとか、結構自分の中ではあったので、割と袖を思いっきり長めにしてオーバーな感じで着れるダウンジャケットをね、作りました。でこの襟元のところもね、立ち上がるんですけど、ここもすごい絶妙な長さにしてあるので、長すぎもしず短すぎもしず、ちょうどよく着られて、結構小顔効果とかもねあったりするから、そこも気に入ってるのと、あとこれ実は袖が取り外しできてダウンベストにもなるんですよ。私もダウンベストを持ってて普通に、でそのダウンベストも結構去年着たなっていう印象があったので、じゃあなんか袖取り外せるようにしちゃおうかなと思って、取り外し式のダウンにしまして、袖取るとこんな感じでベストにもなるっていう、着回しもたくさんできるアウターです。で裾もね、ドロストできるので、キュッとこう絞って着ることもできるし、広げて着ることもできたりとか、本当にいろいろとこだわりを詰め込んだダウンになっていて、普通にお出かけするときも着るし、さっとどっか出かけるときもやっぱダウンあったかいし、コーディネートしやすいので、そういったときにも着ることが多くてめちゃくちゃ気に入ってます。ということでアウター部門は続いててラストになります。ラストがじゃじゃん、こちらです。ザラのレザージャケットアイダースです。これはちなみにね、去年だったかな、買ったの。
今年買ったものではないんですけど、今回紹介するものをやっぱりアパレルって結構入れ替わりが激しかったりとか季節によっても変わったりするので、同じものが今現在もあるかって言われたらちょっと難しいんですけど、まあでも全く同じものじゃなくても似てるようなお洋服とかっていうのはいっぱいあると思うので、今後お買い物する時の参考になればいいなと思ってちょっと今回この動画をね撮ってます。同じものがないものがほとんどだと思うんですが、そこはご了承いただけたらなと思います。でこれがね去年から結構着てるんですけど、今年もめちゃくちゃお世話になってるなっていうので選びました。メンズのジャケットなんですけど、結構オーバーサイズです。今年なんかオーバーサイズが気分なのかな、割とアウターは大きめのものを選んでるかも。このねジャケットの好きなところが色味なんですよ。本当に色合いが絶妙すぎて、これザラなのでもちろん新品のものなんですけど、ヴィンテージ風っていうのがめちゃくちゃうまくてすっごい可愛いんですよね。レザー自体の素材も結構柔らかいし、洗った感じというかがすごい絶妙で可愛くて、あんまり洗いすぎてもハードな感じというか結構行き過ぎな感じになっちゃったりするし、逆にやらなさすぎてもヴィンテージ感がうまく伝わらないと思うので、なんか本当にちょうどよくて、この感じがめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうなんかこれ一個羽織ればコーディネート決まるので、シンプルなコーディネートの時とかにやっぱりこういったものを合わせてあげると一気におしゃれ度が増すというか、おしゃれに見えるので、このアンターにはめちゃくちゃ助けられてますね。今後もたくさん着るだろうなっていうアンターです。はい、ということでアウター部門以上でございます。では続きましてトップス部門に移りたいと思います。まず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。 H&M のアメスリのタンクです。夏にめちゃくちゃ来ました。冬なので夏物今紹介されてもって思うかもしれないんですけど、来年の春とか夏とかお買い物する時の参考にもなれば嬉しいなと思うので、今回は夏物もね関係なく紹介していこうと思います。ショートに出したかな、私 TikTok にはあげたんですけど、このアメスリタンクがマジ使えるっていうので多分動画見てくれた方もいるんじゃないかなと思うんですが、 H&M なので1000円ぐらいだったかな、1000円ぐらいで買えるんですけど、やっぱこういうタンクってすごい大活躍してくれて、で私も今年の夏とか割と8割型ぐらい袖出しでタンクとかキャミとかばっか着てたんですけど、中でもこのアメスリを結構着たかなっていう印象があって、こういうのって消耗品ではないですけどすごい高いものを買うってよりは気にせず着たりとかしたいので、私はどっちかっていうと、なのでまあこういった H&M とかでお手頃に買えるのがすごく嬉しいなと思って、でもねお手頃すぎてもペラペラとか透けとか気になっちゃうと思うんですけど、このタンクは本当に割と生地しっかりしていていいんですよ。たくさん実際に着たし今回はこちらをね選びました。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。ロックティなんですけれども、私古着の T シャツ結構好きなんですよ。デザイン的にもそうですし色あせた感も好きだし、自分がタイプなものに出会った時の嬉しさもすごい好きだったりとか、結構ねたくさん私もゲットしたりとかしてたんですけど、中でも私こういったなんかロック T シャツみたいなのがすごく好きなんですよね。なんかわかんないけど可愛く見えるなので今回こちらを選んだんですが、これはねほんとシンプルにデニムと合わせるのが好きかな。私はこういったパールのねネックレスをあえてつけてあげたりとか、外しのアイテムとしても使えるなって思うから、これにちょっときれいめなスラックスとか合わせても可愛いし、上からジャケット羽織ったりしても可愛いし、 T シャツって割と年中着れるものだと思ってるので、今回はこのロック T をねチョイスしましたけど、古着の T シャツっていうのが私的には好きでよく集めてるかなと思うので、今回はこちらを選びました。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。色違いなので一緒に紹介しちゃおうかなと思うんですが、ザラのめちゃくちゃシンプルなロングスリーブのトップスです。ちなみにこれはねクロップド丈になってるんですけど、まあ、丈は別にクロップド丈限定ってわけではないんですが、本当にシンプルなトップスがやっぱり使えますね。今の季節とか特にそうですけど、重ね着をね結構したりとかすると思うんですよ。でそういった時にやっぱりこういうシンプルなものがあるとアウターもすごい考えやすいし、ボトムも考えやすいし、結果こういうトップスに戻ってくるというか。でこのザラのシンプルなトップスって結構毎年ねいろんなの出てると思うんですけど、値段もお安めなんですよ。ザラってたまにあこれでもこんだけ値段するんだみたいな、あちょっと高いのかなみたいな感じの値段のものもあったりとかすると思うんですが、このトップスのラインというか毎年出てるこういったトップスって比較的お安め、まあ、2000円前後で買えるものが多いと思うので、こういったシンプルなねものってさっきも言ったけど気兼ねなく着たいというか、まあ私はですけどそういう風に思うので、ザラのトップスをね2色ゲットしました。はい、
では続きまして4つ目がじゃん、こちらでございます。これがアベモアのサテンシャツワンピなんですけど、そんなにめっちゃ長いっていうわけではなくて、1枚でも着れるし全然トップス感覚でも着れるっていう感じのものになってます。このシャツ私めっちゃ着てるんですよ。ニットの下に重ねたりとかスウェットの下に重ねても可愛いし、1枚でも着れるぐらいの長さあるので、これ1枚着て上からジャケットとかカーデとか羽織ってもすごい可愛くて、襟も結構しっかりしてて大きめに作ってあるので、閉じても可愛いし開けててもすごい綺麗に見えるんですよね、首元も。あとこれサテン生地なんですけど、シワがつきづらくてそこもすごく気に入ってます。何回もこれ着てるし洗濯もしてるんですけど、そんなに目立ったシワがなくてめちゃくちゃいいんですよ。この生地がサテンだからちょっとお上品に着ることもできるし、なんか逆に他のアイテムでカジュアルダウンさせて着ることもできるしみたいな感じで、いろんなシーンで活躍するなっていうのと、素材感とかシルエットとかの全部気に入っていて、これはね大好きなトップスですね。はい、では続いてトップス部門ラストでございます。ラスト5つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。スタジオール330のスウェットです。グレーのメランジのスウェットなんですけど、めちゃくちゃ着やすくて、ですごい形も可愛いんですよ。袖が結構長めに作られてあって、オーバーサイズではあるんですけど、オーバーになりすぎないというかダボっとしすぎなくて、すごい形も可愛いし使いやすくてとっても気に入ってます。ちなみにここにはね刺繍が入ってるんですけど、この刺繍もこっそりというか目立ったりはしないので、いろんなものとも合わせやすいので、そこもとても気に入ってます。このスタジオール330ってローラさんのねブランドなんですけど、環境にもねめちゃくちゃ配慮されたブランドになってて、バックグラウンドもすごい素敵だなと思って、結構私もスタジオール330好きでよく買ったりとかしてますね。デニムとかもすごい綺麗なもの多いんですけど、このスウェットもねとってもお気に入りです。なんですけどねちょっと汚れちゃったんですよねここグレーってほんといろんなものと相性いいので、もちろんブラックとかホワイトも合うし、デニム合うし、グリーン系でも合うし、ブルー系でも合うし、赤系とかも合うし、ピンク系とかも合うし、すごいいろんなカラーにも合わせやすくて使いやすいので、1個持っておくととってもありがたいと思います。はい、ということでトップス部門は以上でございます。ということで続きましてボトムス部門に移りたいと思います。まず1つ目がじゃじゃーん、こちらです。バルーンパンツ、まあカーゴパンツとも言うと思うんですけどです。ナイロンのね素材のパンツなんですけど、これがもうマジで大活躍です。今年このブラックだけじゃなくって、カーキとかグレーとかライトグレーっぽいのとかホワイトとか結構いろいろねゲットしたんですけど、今年間違いなく一番履いたボトムといっても過言ではないぐらいすっごい履いてます。私が履くきっかけになったのがやっぱヘイリーなんですけど、ヘイリーがねいつぐらいなんだろう、あれは今年だと思うんですけど、カーゴパンツとかまあこういったバルーンパンツみたいなものすっごいすごい履いてて、でその前って結構スウェットパンツとかスラックスとかが流行ってたと思うんですけど、で私も前はそういったものをたくさん履いたりとかしてたんですが、ヘイリーがカーゴパンツとかを履いてるのを見て、でもヘイリーがね本当に可愛すぎるので、それも相まってなんですけど、カーゴパンツってこんなに可愛かったんだと思って、今年はもういろんなカーゴパンツバルーンパンツを集めまして、来年も多分引き続き履くだろうなって思ってるボトムです。何がいいかって、そのさっき言ったみたいにスウェットパンツとかスラックスとか今もね流行ってると思うんですけど、中間なんですよね本当に。それのスウェットパンツほどラフではないし、スラックスほど綺麗めではないしみたいな、そのちょうど間のゾーンにカーゴパンツというか入ってくると思って、どう言葉で表したらいいかわかんないんですけど、これにジャケットを合わせたりレザー合わせたりとかいろんな着方あるんですけど、とにかく使えるので、まだゲットしてないっていう方はぜひね来年以降も多分着れると思うからゲットしてみてほしいなって思うんですが、今年のベストアパレルでいいのかなというかに選びました。はい、では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでーす。カーゴスカートでございます。このねカーゴスカート実は私結構前昔に買ったんですよ。多分3年前とか割と昔に買ったアイテムでずっと家にありまして、でも今年が一番履いたかな。カーゴパンツとかカーゴスカートっていうのが本当に今年流行ってるなっていう風に感じていて、ちょっとミリタリーな印象があると思うんですね。カーゴパンツとかってミリタリーファッションが海外の方とかでも着てる方多いなっていう風に思ってて、とっても
ってもマニッシュなボーイッシュな感じできてる方が多いんですけど、そういうファッションが私もすごい今年は好きで、だけどなんかスカートなのでパンツよりボーイッシュになりすぎないから、そこもまた好きなんですよね。めっちゃデザインが面白くて、いろんなところにシャーリングが入って、これもね昔買ったやつなので同じもの多分今ないんですけど、まあ、でも似たようなもの結構置いてあったりすると思うので探してみてくださいぜひ。ということで続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。デニム来ましたよ。これがねユニクロのストレートパンツでございます。ストレートなんですけど太もも周りはちょっとゆったりしていて、若干裾が細めになってるような感じのデニムなんですけど、このユニクロのデニム企画でねゲットしたんですよ。え、そうだよねそうだよねとか言って、企画でユニクロと GU と ZARA の企画コーデっていうのをやってまして、シーズンごとぐらいに、でその時にゲットしたデニムなんですけど、すごい着てます。このデニムめっちゃ履きやすくて、で形もとっても綺麗だし、私ちょっと落として履いてるんですよ。今年ローライズがめちゃくちゃトレンドになってて、ちょっとルーズに履きたいなって思ったので若干大きめのサイズを買って履いてます。でこれ元々は多分ハイウエストのパンツだったりするので、大きめのサイズ買うとうまく綺麗に履けないっていうのも結構あると思うんですけど、このパンツはね大きめのサイズでもすごい形綺麗なまま履けたので、そこも気に入ってます。で、まあ、ウエストがね結構ゆったりしてるから、そのままベルトなしで履いたらルーズな感じで履けるし、ベルトつけちゃえば上で留めることもできるから、いろんな着方ができて好きなんですよね。これストレッチは効いてないんですけど、素材がめっちゃ柔らかいのでとっても動きやすくて、すごく気に入ってるし、夏でも冬でも履ける、結構オールシーズンお世話になってるかな。では続いてでラストでございます。ラスト4つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。これがアベモアから本当につい最近出たパンツなんですけど、ツーウェイのワイドジーンズです。まあこれ最強デニムっていう風に歌ってるんですけど、去年かなに最強デニムって言って動画にもしたんですけど、みんなからアンケート取って、どんな形がいいか、どんな色味がいいかとか、どんな機能性が欲しいかとか、アンケートをしっかりと取って、みんなのアンケートと私のこだわりを元に作ったデニムっていうのが出たんですけど、それの新しいバージョン、最強デニム2っていう風に呼んでるんですが、今回もそのみんなからアンケートを取って私のこだわりももちろん詰め込んだデニムパンツでございます。でこれのまず好きなポイントとしては、色味が絶妙すぎるんですよ。さっきみたいなユニクロのパンツとかって結構青みが強くて、でこういったパンツもすごいシンプルに使いやすくて私も大好きなんですけど、こっち若干黄みがかってるんですよね。ちょっと黄色っぽい感じを入れているので、ダメージとか見てもらったらわかるかな、こんな感じで。そうだから結構ヴィンテージ感の強いパンツになってます。ほんとこの色合いが絶妙すぎて、あんまり他では見ないような色合いで、であとやっぱり今年はゆったりとしたワイドな感じのボトムが気分というか、みんなからもね実際に声が多かったのでワイドなシルエットになってるのと、丈感がねしっかりとあって、そこも気に入ってます。私169cmなので、ワイド系のジーンズとかって特に丈がほんと中途半端で、なんかツンツルテンみたいな丈だとなんかちょっと惜しいなっていう感じがあって、こういったワイドなパンツってもう丈引きずるぐらいの長さで結構しっかりと履くのが私は好きなので、丈を長めにしてあって、そこも気に入ってます。厚底とかと履けばバランスよく履けてとっても可愛いです。丈長めなんですけど、実はこれね切りっぱなしになってるので、実際になんか自分の好きな長さで切っていただけるっていうデニムになっております。であと 2way って言ったと思うんですけど、ウエストをね折り返すことができて、で後ろにこう刺繍がね出てきたりするんですが、今年結構こういった折り返せるようなデザインのパンツっていうのも多かったと思うんですが、普通に履くとハイウエストで履けるし、折り返すとちょっとウエストを落として履くことができるので、ちょっとピタッとしたトップスだったりとか短めのトップスとかと合わせるときはここ折り返してたりとかして、気分によってこう選ぶこともできて、そこもとても気に入ってます。はい、ということでボトムス部門は以上でございます。では続きましてバック部門に移りたいと思います。まず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。プラダのナイロンのショルダーバッグでございます。数年前からいろんなね方が持ってると思うんですけれども、やっぱこの形がねすごい使いやすくて、シンプルにブラックだからいろんなコーデにも合わせやすいし、今年もねやっぱり使ったなっていう印象があるのでこれを選びました。これはちなみに YouTube のチャンネル登録者数が20万人突破した時に20万円買い放題企画として購入したバッグでございます。そっからめちゃくちゃ使ってますね。思い入れもすごいあるし、やっぱ使いやすいしっていうので、今後もねたくさん使っていきたいなっていう風にも思うんです
が、今これマンハンドルみたいな感じなんですけど、ショルダーのベルトもついているのでショルダーバッグにもできるってやつです。素材がナイロンだからなんかこう綺麗すぎなくて、ほんと使いやすい、カジュアルな時でも使えるし、でもやっぱ小ぶりな感じで上品な印象もあると思うので、ちょっとドレッシーなものに合わせても可愛いかなっていう風に思うので、本当にこのバッグは買ってよかったなっていう風に思ってます。今年もお世話になりました。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これチャールズ&キースのバッグです。似たような形なんですけれども、私やっぱ小ぶりなバッグがすごい好きで、アクセ感覚で持てるじゃないですか。大きいバッグもね可愛いんですけど、なんかやっぱサッと持ってる感じが私はすごい好きで、このバッグもマジでめっちゃ使ってますね。もう夏ほんと私このバッグ何回持ったかなっていうぐらいすっごい使ってました。やっぱこのゴールドのチェーンの存在感、このゴールドもしっかりと黄みのあるゴールドなんですよ。そう、なんかシャンパンゴールドとかローズゴールドとか、本当にゴールドでもいろんな種類があると思うんですけど、私結構こういう黄みの強いしっかりもう金ですみたいな色のものが好きで、このチェーンのカラーもすごい気に入っててたくさん使ってますね。これもこれ割と綺麗めな印象があると思うんですけど、チェーンもこんだけねしっかりと存在感があるものついてるし、意外とカジュアルなものに合わせても可愛いんですよね。結構荷物多いわっていう方はちょっとやっぱ物足りないと思うんですけど、小ぶりなバッグ普段から持ってますっていう方だったら割と十分な量なのかなっていうふうには思います。はい、では続いてでラストなんですけど、ラスト3つ目がじゃじゃん、こちらのおシャネルさんでございます。まあ、このねおシャネルさんは動画にもしたんですけれど、私のマイファーストシャネルということで特別な愛を注いでおります。今年の夏ぐらいだったかなに買ったんですけど、買ってからめちゃくちゃ使ってる。これもまあちょっと荷物ねあんまり入らないから、私はこの中にカードとミラーと目薬とその日使ったリップぐらいを入れて持ち歩いてますね。そう、何入れてますかっていうお声もいただくこと多かったんですけど、まあ、本当最低限なもの、ちょっと現金もね持っていたりとかして使ってます。でこのバッグはですね調節ができるんですね。このチェーンの長さが最大でねこれなんですけど、調節できるんだったらもう少しあってくれてもいいなぁとはめっちゃ思いましたが、結構ねボディバッグみたいな結構短いんですけど、斜め掛けした時にねやっぱもう少しあってくれたらなって思うことが多いんですが、こうぶら下げてても多分可愛いと思う短くしてあげて、手に持ってハンドバッグみたいな感じでも持てますし、あとこのチェーンはねこっち側がフックになっているので、こうフック取ってあげてウエストに巻いてウエストポーチみたいな感じでも使えるので、本当にいろんな使い方ができてめちゃくちゃ気に入ってます。本当にこれ買ってよかったなって思うアイテムですね。可愛いですよね。ずっとシャネルのバッグいつか欲しいなって思ってて、でもなんかそんないきなりね大きなバッグっていうのはやっぱりどうなのかなっていう風にも思ったので、まずはこのミニのポーチサイズぐらいのものから始めてみようと思って買ったんですけど、もう超大切なものになってるので、まあ来年も何かもしコレクション的な感じで特別な時にまたなんか新調したいなとも思ってます。今年の一番買ってよかったファッションアイテムなんですかって聞かれたら間違いなくこれって答えるぐらい本当に気に入ってるバッグでございます。はい、ということでバッグ部門は以上でございます。じゃあ続いてラストですね、シューズ部門を紹介していこうと思います。まず一つ目がじゃじゃん、こちらのプラダのローファーです。去年の誕生日の時に買ったローファーでございます。まあ、なので2年ぐらいね経ってるんですけど、でもこのローファーは多分一生レベルで履くだろうなっていうローファーですね。ローファーってそんなにこう流行り廃りがないというか、割とどの時代でも履かれてたシューズだと思うんですが、もうとにかく何でも合わせやすいし、これと白ソックスとかねマジ大優勝なんですけど、ちょっと厚底というかヒールがあるので結構なんか足も長く見えるというか綺麗に見えてとてもお気に入りです。ちなみに私は買いに行った時にメンズのサイズしか自分のサイズがなくて、最初はレディースをね見てたんですけど、メンズとレディースの違いって先の丸くなってるここあるじゃないですか、これがレディースの方がよりこう内側にあるんですよ。だからここの長さがもうちょっと長いんですけど、私はメンズのデザインの方が好きだったので、バランスが私はねメンズのものをました。このシューズはね型崩れしてきたなって思ったらまた買い直したいぐらいマジで気に入ってるので、多分殿堂入りだと思う。これは本当にたくさん履いてます。
では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。アシックスとアンダーソンベルとアトモス、トリプルコラボのやつだったかな、なんですけど、ちなみにこれも多分今年のものではなかった気がする。ハイテクスニーカーっていうのかな、アシックスとか結構こういうデザインのスニーカー多いんですけど、ちょっとこうメッシュな感じとか、最近バレンシアガとかでも出てると思うんですけど、こういう本当に機能的なスニーカー、ハイテクスニーカーとか、トラックシューズとかいうのかな、スポーティーなシューズっていうのがすごい今年割とじわじわと来てる気がしてるんですけど、ちょっと外せるんですよね、こういうアイテムって。ワンピースとかにあえて合わせてあげたりとか、上はジャケットでカッチリしてるんだけど、足元はちょっとこういったものでしっかりと崩してあげてみたいな、そういう時にすごく使えて、これもめちゃくちゃ今年履いたなっていう印象があったので選びました。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらのニューバランスの530でございます。この530は私は2年前とかかなにゲットしたんですけど、今でもめちゃくちゃ履いてますね。これもね、ちょっとそういったハイテクっぽいというかメッシュとかが使われてて、なんかこう本当いい意味でとか、なんかちょっとこうおじさんっぽいというか、なんていうでしょう、機能に特化したスニーカーっていう感じ。多分昔だったら私もこういったスニーカーあんま選ばなかったと思うんですね。でもなんか今はそのダサさがすごい可愛いみたいなっていうね、トレンドなんですよね、やっぱ。そうだからこれもすごい履いてますね。今日のコーデとかにもめっちゃ合うんですけど、こんな感じでめっちゃカジュアルなものに合わせても可愛いし、さっきのこのスニーカーと同じ感じで切れ目なファッションの時の外しとか、そういった感じで使えるスニーカーです。まあ、このスニーカーは結構メジャーでいろんな方履いてるので、まあ、人気なものではあるんですけれども、結構汚くなってきてて、履きすぎて洗わないとなってずっと思ってます絶対洗わないでしょって思いましたよね、多分みんな。そうなんですよね、私ほんとなんかね、ほんとめんどくさがりいけないんですけど、気が向いたら洗います。はい、では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。アディダスのビーガンレザーのサンバでございます。これも私ヘイリーが履いてるのを見て、わ可愛いこのスニーカーと思ってゲットしたスニーカーです。なんかサンバって多分昔からあったのかな、私ちょっとそこら辺詳しくは分からないんですけれども、多分昔から結構メジャーなアイテムとしてあって、私もそのヘイリーが最近履いてるのを見てそこで知って買ったんですけど、これもねすごい使いやすいです。私スニーカー結構好きでよく履いちゃうんですけど、他にも履いてるスニーカーあるんですけど、今紹介した3足が割と頻繁に履いてるかなっていうやつだったので、今回こちらも紹介したいなと思いました。このシューズ自体がめっちゃおしゃれじゃないですか、すごくもうシンプルで、これさえ履いとけばおしゃれに見えるなっていう安心感。シンプルにデニムと T シャツみたいな時とかでもこれ合わせるだけでおしゃれ上級者っぽいというか、そういったイメージがあって、困った時とか結構これ履いちゃったりしますね。これ割とスリムな感じなんですよね、コンパクトというか、本当にもうスタイリッシュなスニーカーになってるから、抜け感が作れるというか、スマートに履けるっていうか、大人っぽいおしゃれ感がある気がしてて、私的にまとまったファッションにちょっと外しでスニーカー履きたい時とかに使えるかなっていう風に思います。はい、では続いてでラストでございます。ラスト5つ目がじゃじゃん、こちらでございます。私の YouTube、インスタ見てくれてる方は皆さん確実にシュナタンもシューズだったら絶対これだよねっていうものだと思うんですが、アグのウルトラミニプラットフォームだったっけな名前、これがもう本当に超履いてます、マジで。なんならもう全然毎日履けるレベルで、本当に合わせやすくて可愛くて大好きですね、これ本当に大好きもう一足ストック買っときたいぐらい好きなんですけど、本当にさ最近購入したやつなのに多分一番履きすぎて、もう結構なんか使用感がすごいというか、もうすでに履いてるねって感じの感じになってきまして、シャネルのバッグの次に今年買ってよかったなって思ってるアイテムかも。本当にもう本当に本当に超履いてるもうこれに限るムートン自体私も数年前から結構気になってて欲しくって、私ムートンって小学生ぐらいの時に一回めっちゃ履いてたんですよ。またそれが再ブームというか今着てるんですけど、すごいググググって、このねめちゃくちゃショートなデザインのこの厚底っていうのが本当使いやすくて、ちょっとボトム今年はゆったりとしたものの気分っていう風に言ったと思うんですが、そういったダボっとしたボトムに合わせるとマジで可愛いん
いんですよね。もちろんスッキリしたものでも可愛いんですけど、これ厚底になってるからそのダボっとしてるのがいい感じにかかってくれて引きずらずに履けるんですよね。バランスもすごい可愛いんですよ。で、私これちなみにブラハディットが履いてるのを見て、うわ超可愛いと思ってもう速攻で買いました。で、今もう本当にこれ大人気すぎて常に在庫切れみたいな感じなんですよね。世界でもすごい人気だし、日本でもめちゃくちゃ人気なこのムートンブーツ、手に入れられてよかったなって思ってるアイテムです。超お気に入り。はい、ということでこんな感じでもうめちゃくちゃドドドンと喋り倒しましたが、多分合計で20点あったと思います。2020年の、あ、どうしようか、22個にすればよかったですね。ちょっとなんか今今気づいた、22個にすればよかった。頑張って絞ってこんな感じでした。他にもね、これも来たなとか、これもすっごいお気に入りだなっていうものたくさんあるんですけど、絞りに絞ってみましたので、ぜひ来年のお買い物とか参考になったら嬉しいなと思います。今紹介したアイテムの着こなしとかは結構私インスタとかでもコーデ出したりとか、 YouTube でもねルックブック撮ったりとかしてるので、そこでもぜひぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで、年末ということで初の試みで2022年のベストアパレルっていう感じで紹介してみました。ベストファッションなのかな、なんて言ったらいいんですかね。もし好評だったら毎年毎年ねやっていってもいいかなっていうふうに思うので、1年の変化とかもね見れるかなと思うし、もしよかったらコメントしてくれたりすると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、良いお年を。